おはようございます,いますこれより財政金融委員会、外交防衛委員会、連合審査会を開会をいたします。我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案を議題といたします。本日は本案審査のため、2名の参考人からご意見をお伺いいたします。ご出席いいただいております参考人は慶応技術 義塾大学法学部教授細谷雄一君及び防衛ジャーナリスト独協大学非常勤講師法政大学兼任講師半田茂君でございますこの際参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます本日はご多忙のところご出席をいただき誠にありがとうございます皆様からの忌憚のないご意見を賜りまして今後の審査の参考にしたいと存じますのでよろしくお願い申し上げます 次に、議事の進め方について申し上げます。まず、細谷参考人、半田参考人の順にお一人10分以内でご意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えをいただきたいと存じます。また、ご発言の際は、挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることになっておりますので、ご承知願いたいと存じます。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。 えそれではまず細谷参考人にお願いをいたします。細谷参考人、はい。えー、今日はこのようなあ貴重な機会に発言をさせていただけますこと大変光栄に存じます。えー、私の方からはまあ今国際環境大きく変わりつつあります。その国際環境が大きく変わりつつある中で。 このような防衛費の問題、どのように考えたらいいか、防衛力の増強の問題をどのように考えたらいいかということを3点を強調してお話をさせていただきたく存じます。その前にまず冒頭に、大砲とバターのお話をさせていただければと思います。多くの方はご存じのとおり、大砲とバターという言葉が、一隻ほど前からしばしば使われるようになりました。大砲とは防衛費、軍事費に国家の予算を使う。 そしてバターとは、社会保障や経済のために、えー、予算を使うとで、どちらにより多くの支出、まあ、をするかということは、まあ、多くの国にとって、まあ、この一石、常に大きな悩みであり、難しい課題でございました。まあ、言ってみれば、そのどちらも必要ということを前提にすれば、その中でどのような最適な均衡点を見いだすかということが、おそらくは優れた政治の課題 だったんだろうと思いますそのように考えたときに、この参議院の場で、財政金融委員会、そして外交・防衛委員会の先生方が集まって、このような連合審査会をなさるということは、この均衡点を見出す上では、最良の機会ではないかというふうに考えてございます。一方で、イギリスの歴史家で、大国の攻防という本を書いて、1980年代に随分と話題になりました、ポール・ケネディという歴史家が、 おりました私の専門がイギリス外交史でございますが、このポール・ケネディは、えー、いくつかの本の中で、19世紀のパクス・ブリタニカのイギリスの強さの根拠とは、十分な軍事力を持っていたことと、健全な財政が背後にあったということ、このどちらもがパクス・ブリタニカの強さの秘密であると。 まあそう考えますと、実はあまりあの十分に考慮されない、この財政の健全さというものが、国の強さのまあ根底にあるということを考えますと、改めてこの最適な均衡点、大砲とバターの最適な均衡点というものが重要だということがうかがえるような気もいたしております。そのように考えますと、安全保障環境が改善すれば、当然ながら、平和の配当と呼ばれる、 まあ、より多くの支出をバターのために使える、一方で安全保障環境が悪化すれば、えー、好ましくないと多くの人が考えるだろうけれども、やはり大き多くの支出を防衛費、軍事費に使わざるを得ない、そう考えますと、今の日本がこれ1点目でございますけれども、戦後最も厳しく複雑な安全 保障環境に直面してこれはまあ岸田総理の言葉でございますけどまあ、このことがまあ現在のような形で防衛費防衛還元費というものを増加させる大きな必要の根拠になっているのだろうというふうに感じておりますまあ、日本は現在かつてないほど厳しい安全保障環境の中にございますまあ、日本は世界の中でも最も不安定で最も軍事衝突が発生しやすい と考える地域に一致してございますこのことはすでに多くの方々がこちらでもご指摘されていらっしゃるかと思います。そのような中で日本は防衛力の強化を通じて侵略や軍事攻撃を未然に防いで平和を維持するための抑止を強化して まあさらには安全保障上の同盟国やパートナー諸国との安全保障協力を強化することが喫緊の課題になっているのだろうと思います。す、ま、で、あ、に多くの方がご存知かと存じますけれども、まあ、今から2年前の3月10日には、アメリカのインド太平洋軍のフィリップ・デビットソン司令官が、えー、の軍事アメリカの上院軍事委員会での公聴会で、今後6年以内に、 中国がが台湾を侵攻するる可能性があると証言しましまたこれは2027年ということになりますが、これについて多くの議論がございます、賛否多くの議論がございますが、今年の1月に日本に来て発言した際に、この体感されたフィリップ・デイビッドソン氏は、この今年の1月の自民党本部での講演では、この自らの認識に変わりはないということを発言してございます。さらには えー、昨年の秋でございますけれども、アメリカ海軍のマイケル・ギルディ作戦部長が、中国による作戦、中国による台湾侵攻が2023年までに起きる可能性を排除できないという見方を示しました。はい、多くの専門家は必ずしもそこまで中国の軍事侵攻というものを喫緊の問題とは捉えてございませんが、しかしながら、この地域の安全保障環境が悪化しているということは、おそらく、 疑いがないのではないかと思います、まあ、さらにはトランプ政権での対中政策を担当したマット・ポッティンジャー氏が日経新聞の取材に対して日本の戦略は決定的な抑止力となるという発言をしておりますつまり日本の抑止力というものによって中国の軍事行動に大きな影響を与えられるということが 発言の趣旨だろうと思いますそして、次に3ページに移りまして、今日本日お話した2点目でございます。そのような安全保障環境の悪化というものを背景としまして、まあ、世界全体で防衛力強化が急速にまあ進んでございます。まあ、これはもちろん望ましくないことでございますけれども、まあ、それを前提に、日本の防衛政策というものも考えなければならない。 このような安全保障環境の悪化ということを受けて、世界の主要国は過去20年ほどの間に防衛費を増大させて、そして防衛力を強化してきました。例えば、資料の9ページの表の4をご覧いただけますと、えー、アメリカと中国がまこの過去20年間にいかに軍事費を広げてきたかと、まあ、この2つの国が今や世界を動かす大きな原力となっていると。 いいうことでございます、まあ、そしてそれ以外の国々、特に NATO 諸国も GDP 比で2%の防衛費支出,出というものを数値目標として、それぞれが防衛費を増額しているのが現状でございます。まあ、ドイツ、イギリス、フランスのような主要な民主主義国は、当然ながら国内では大きな問題がございます。まあ、コロナ禍での財政支出も増え そして今はインフレ、そしてエネルギー価格の高騰と、まさに国民はバターを求めて、大きな声を上げているわけでございますけれども、そのようなドイツ、イギリス、フランスでも今後、急激に防衛費を増やす必要というものが指摘されて、まあ、ドイツでも日本同様に、国内の GDP 比で2%超へと国防費を増やすということが国内で議論され、政府から提案がされました。 え続いてえ今度は4ページ目の3番目最後に私が申し上げたい点ございますけれどもまあこのような世界の大きな潮流の中でやはり国際社会で日本は責任がある主要国としての義務が あるんだろうと思います、まあ、これは日本が今年とし、G7 サミットの議長国として、広島サミットで大きな役割になった、まあ、その中で首脳、コミュニケーションの中で、我々はより安全で豊かな未来を築くため、中核となる外交政策および安全保障上の課題に対して結束する、また、我々は差し迫ったグローバルな課題に対処し、国際システムがこれらの課題に効果的に対応できることを確保するために、 幅広いパーートナーとともに取り組むという決意を再確認するい、まあ、わば日本はフリーライダーとなって、国際社会において十分な責務を果たさないような国家ではなく、やはりその主要国として、責任ある大国として、国際社会の平和との安全のために十分な役割を担うべきだろうと。 いうふうふに考えております、まあ、昨年の2月のロシアによるウクライナ侵攻以来、まあ、先ほど申し上げたとおり、日本を取り巻く安全保障環境はより一層悪化し、まあ、さらには AI や無人機、ミサイル技術などの開発が、えー、加速してございます。まあ、そのような現状を踏まえますと、旧来型の装備や技術というものが、日本の防衛力を考える上では、 この日本の弱さになってしまうと、技術開発というものを著しく向上させなければ、このような安全保障環境の中で、日本が取り残されて、旧来型の装備というものが、日本の安全を守る上では十分でなくなってしまうということが言えるのだろうと思いますま。当然ながら日本にとっては このような侵略軍事攻撃が発生しないように、同盟国との信頼関係、協力関係、さらにはえ政府が繰り返し述べているような法の支配に基づいた国際秩序を強化することによって、軍事力を使わなくてよいような国際関係を作ることがまず最初に必要でございますが、同時にそのような秩序が大きく崩れ、今回のウクライナがロシアに侵略されたように、 全く想定外の形での軍事衝突が発生したときに、やはり日本政府は、日本国民の安全を守り、日本を防衛をする十分な力を持ち、またそれが発生しないような十分な抑止力を持つということも必要になっているというふうに考え、えー、こ今回の法案を私は指示いたします。 半田参考人、はいえー、本日はこのような機会を設けていただきまして、ありがとうございました。えー、今、細谷先生の方から、大砲とバターの例え話をなさいました、えー。バランスの取れた国家を作ることの必要性というのは、これは私も全く同感であります。えー、今日はその大砲とバターのうち、その大砲の中身について、えー、詳しくお話をしていこうと思います。 まず、お手元の資料の1ページ目をお開きください。これはアメリカ政府から我が国が FMS ・対外優勝軍事援助という仕組みで輸入をしているアメリカ製兵器の契約額の推移を棒グラフにまとめたものです。でここでお分かりのように年 まあ、第二次安倍政権になって以降、急激にこの契約額が増えていることがお分かりいただけると思います。で2015年には4000億円を超え、そして2019年には7000億を超えました。ここの大幅にに増え始めた2015年にはこれはれ 防衛費の不足というものが見込まれてきたわけですで、これほどアメリカとの契約額が増えるほど防衛費は比例して増えていきませんでしたのでその分どこにシェワー要請が行ったかというとまあ、国内の防衛産業に行ったということでありますまあ、その結果として2015年の4月に防衛省は最長5年だった国内企業への分割払いを最長10年に延長する支出年限特別措置法を まあ成立をさせましたでつまり企業にとってみればあ支払ってもらえると思っていた5年先が実は10年先に伸びてしまうことになったと、まあ、そうするとこれは当然のことながらあ企業としての見込みというのが立ちにくくなるわけでありますから企業が取引を見切っていくというのは当然であると、まあ、したがって近年およそ100社ほどの国内の防衛産業が防衛部門から手を引いた。 その結果として今回、この国会に防衛産業強化法案が出ているという、そういった巡り合わせになっているんだということだと思います。で次にもう1ページお開きください。先ほどの FMS の契約額をさらに2023年度まで伸ばしたものがこの棒グラフであります。2023年度の FMS による契約額というのは、 1>, 1兆4768億円、第2次安倍政権の2019年の7000億円の実に2倍の契約をアメリカと結ぶことになっているということです。で主なアメリカ製兵器としましては、2113億円を投入して、400発購入することにしたトマーホークで、そしてまた下にあるように、これは護衛艦イズモ。 加賀に載せる予定の垂直離着陸ができる F35B 戦闘機で、また右上にあるのは、イージス・アショアを船に乗せたイージスシステム搭載艦、まあ、こういったものを、まあ、建造するということになって、過去2倍ということになっているわけあの、過去最高額の2倍を記録したということであります。 でもう1ページお開きください。この FMS で購入している兵器が我が国の安全に役に立つということであれば、これはあ全く依存のないところなんですが、例えばここに出てきますあのグローバルホークの場合、これは実は陸海空自衛隊が要求したものではなく、防衛省の背広組である内局が要求した、いわゆる政治案件というふうに言われています。で日本が購入するのははこれはあ ブロック30という一つ古いタイプのものでありまして、これ3期で510億円で契約を結びましたが、後にこれ FMS という特殊な仕組みですから、アメリカ側から629億円と。 119億円も突然値上げをされたわけですでこれはあの防衛省の規則で25%値上げされた場合にはキャンセルできるとなっていますがこの値上げ率は23%と、まあ、寸止めをされたのでキャンセルできなかったということですで今度導入するブロック30についてはアメリカ軍が これは旧式の機体なので、中国の脅威に対抗できないということで、保有する20機をすべて廃棄することを決めたということです。ままだ我がが国にはあと1機入ってきてきいませんが あと1機もこれはブロック30というアメリカが使えないと見限ったものがやってくると、で昨年の12月に青森県の三沢基地にこの運用するための航空隊が発足をしましたけれども、このアメリカが使えないといったものを使うための航空隊ができるというのはどういうことなのかと、これは無駄遣いにならないかということであります。で毎年ののの維持管理費億億円円ううち、まあ、そのうちそが三沢にやってくるアメリカ人技術 技術者40名の生活費に充てられると、で1人頭7500万円ということですから、これは三沢の物価が高いということではなくて、巨額の費用を渡しすぎではないかということだと思います。でもう1ページをお開きください イージスアアシュアですこれはあのもうすでに2020年の6月に河野防衛大臣が第一弾ロケットのブースターを安全に落とせないということからこれは中止を言い出してで安全保障会議で中止が決まりました。 しかし、この中止を決めたときには、もうすでにアメリカ政府に196億円を払っていたとで、さらにここで全部キャンセルをすると、まあ、巨額の違約金を支払う必要が出てくるということから、これは本来、陸上に置くつもりで、大きく作ったレーダーを、そのまま船に乗せるイージスシステム搭載艦にするということが決まったわけです。 まあ実際のところ、アメリカ政府側からは、これは何度も、これは地上版のイージ,イージス・アショアですよというふうに言われましたけれども、防衛省はいや、いいんだということで、船に乗せることを決めたと、でえー、もう1ページをお開きください、これが本年度の予算書に出てくるイージスシステム搭載艦です。1隻あたり 2, 億円、えー、地上イージスとと比べるとお 1000億円以上高額になっています。これを2隻建造しますので、予定よりも2000億円以上お金を出すことになったということです。でえー、またあの、このイージス・アショア自体があ、イージスシステム搭載艦自体が、あ大型のレーダーを載せる必要性から、幅が40メートルと。 まあ自衛隊の艦艇でイージス防衛艦というのは幅21メートルですから、倍の太さになったと、非常にあの、鈍重な船になることが決まったということなんですね。でまたもう1ページお開きください これがあのスタンドオフミサイル、本年度予算に出ているものです。12識一番上、人認識地対艦誘導弾、能力向上型、これをあの本年度から量産するということです。でまた、その下にあります、当初防衛用高速滑空弾、これも本年度から量産をするということです。でまた、一番下にトマホークというのがあります。これは今年から導入をすると。 これらが入ってくるのは全部。 2027年度なんですね、3種類の長射程のミサイルが同時に自衛隊に入ってくると、まあ、そんなに必要なのかということが当然疑問に出るわけですが、防衛省の説明では、国産のミサイルについては開発の遅れがあるかもしれないと、さらに量産化に追いつかないかもしれないということから、まあ、トマホークを補完的に買うというようなことも言われております。し、まあ、しかしながらこの この3文書の閣議決定は昨年の12月16日ですから、半年も経たないうちに、もはや配備が遅れるというのは見通しが悪すぎないかということが言えるだろうというふうに思います。えー、もう1ページお開きください これは昨年の12月に朝日新聞のインタビューに答えた、海上自衛隊の現場トップだった高田洋次自衛艦隊司令官のインタビューです。で今回の GDP 比の2%、そして5年間で43兆円という、過去の5年間と比べたら17兆円も増える防衛予算について、このように述べています。太い字のところをご覧ください。身の丈を超えていると思えてなりません。 子どどもももの思いいつきかとと疑うほどあれもこれこなっています、えー、また、下の太い字に移ります、陸上から海上へ、大型艦を小型化へと、二転三転するイージスシステムは、まさに政治的な瞑想の象徴です。今回2、2%の掛け声が先行し、政治からもあれもこれもやるべきだという声も強かったのではないでしょうか。それに悪乗りしている防衛省自衛隊の姿が見えるのです。 まあ、傾聴に値する言葉かなというふうに思います。で、えー、最後、検証すべき事項。 イージスシステム搭載艦は全長210メートル、全幅40メートルと報道された、鈍重な艦艇となることから、小型化が再検討されている、陸上に置くべきイージス・アショアを艦艇に載せる計画自体が非現実的ではないのか、価格も高騰する、税金の無駄遣いのシンボルにならないか、人に意識地対艦誘導弾能力向上型、当初防衛用高速滑空弾、極超音速誘導弾という3種類の国産兵器の開発は、 実現するのか、多額の防衛費を投入して失敗という事態にならないか、まあ、時間がないので、えー、詳細は省きますが、実は人2式地対艦誘導弾の場合、88式地対艦誘導弾という、短射程から短射程に改良する際に、これ、開発に失敗をして、えー、防衛省から開発企業が、えー、延滞、えー、遅延損害金2億円を支払わされる、また、 契約停止処分を受けるということを受けてますので、そういった技術的な問題にこの不安がないかということであります。まずは今回、見直すべきは、この防衛予算の中身であって、総枠を大雑把に2倍でいいんだということではないだろうというふうに考えるわけであります。以以上上でですははいいありりがとうござままししたた参考人のの意見の陳述は終わりました これより参考人に対する質疑を行います。